ちょっとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、昔から伝わる技術で割れた器を蘇らせる持永香織さん。割れてしまった器や、欠けてしまった器を漆を使って直す金継ぎという仕事をしています。漆は天然のものなので、それで直すと、ちゃんと食器として使えるようになります。こんな綺麗な感じに直せます。美しい痕跡が刻まれるのも金継ぎならではの良さ。この中で、だいたいいつも湿度 70%、 温度20度ぐらいに保って、漆を固める作業をこの棚の中でしてます。いつも100個から150個ぐらいの器をお預かりしてます。一つ一つの器にある持ち主と器との思い出、手間暇をかけて繕っているんですって。持永さんの幸せの種とは？あなたの仕事はお医者さんみたいねって言って、普段はお世話にならない方がいい、そりゃ器は割らない方がいいから、いざ割れちゃった時に、あそこに頼めばいいんだっていう頼りになる存在だからって言っていただいたのが、すごく今も心に残ってますね。金継ぎの伝統の技が使い続けたい人たちの気持ちもつなぐ。持永さんが未来に咲かせたい夢。誰でも一つはどうしても直したいっていうものが器じゃなくてもあると思うので、そういうものを直しながら使い続けるっていう、そういうことがもっとどんどん広がればいいなと思います。金継ぎの技術が器と思い出をつなぐ。あなたの幸せの種は今どこに？